いらっしゃい。 信長が実害を預けるほどに信を置くのじゃ。長政という男、かなりの俊傑かもしれぬぞ。 Thank you.
Yep. Thank you.
破られるわけには。
戦による飢えや連鎖の念汚れとなって小谷の地に染み出してきているようですね。
腹が減ってもはや戦うことなどできぬ。敵であることは重々承知だが、ここは何でもよい、わしに食うものを分けてくれぬか。それは背に腹は変えられぬ。いただこう。たびたびすまぬ、わしに何かを分けてくれぬか。また、いや、恵んでもらう身、文句は言うまい。たびたびすまぬ、わしに何かを分けてくれぬか。いつもすまんの、これは礼じゃ、受け取れ。大きな声では言えぬが、あれ持っておろうな。それじゃ、それじゃ、なぜかこいつのことが忘れられんでな。
んて、もはやあやかしの力なくして生き残れぬ。
我らに残された道は天守へ攻め込めぬようからくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕がなりますのう。わしらは構いませぬ。 Thank you.
セミの姫君だけでもお逃がしくださいませ。
が入ってお待ち申し上げております。ほう、救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。
これは一体霊石が見せる夢は代償を伴う。ああ、誰だおめえは。恥を忍んで哀れみを乞い申す。何とぞ一夜を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光がない。輝かしい世に愛するものだけは残したい。急がんと火が。最後のお別れをする暇をください。
なんだってお侍が。どんなことしたくちゃねえ。
裏に帰ってくれ、助けて。
神のご加護か。このようなところに人が訪れようとは。それがしは蒲生氏郷と申す。レオンと呼んでくれても構わぬぞ。商人たちに遅れは取らぬと思っておったが、よもやあやかしがおるとは。この妙な石、貴殿はすでに持っておられるか。あの南蛮商人ども、裏ではこの石ころや働き手を必死に集めておる。海の向こうの戦で大儲けという魂胆であろうか。神の教えと渡来品を広めるだけにしておかねば、いずれ、
Yeah!
行くぞ。Thank you.
行くぞ。余興であった。迷いや悔いを残して果てれば惨めなものよ。人は短い生に死力を尽くす。なれど死に逆らう有の行く末、嵐が吹くか虹が差すか、我が天元をもって見極め。
信長が実害を預けるほどに信を置くのじゃ。よく黙っておく。オダニの出血かもしれんよ。Thank you.
ほう。大きな声では言えぬが、いつもすまんの。大きな声では言えそれじゃそれじゃ。
まれびとは歓迎。どれ、わしが見定めて信ぜよ。まずまずじゃな。わしが見定めて死んぜよ。
まずまずじゃ。いらっしゃい。
待って。